今日は2回縫うだけで作れる丸い鍋敷を作ります。鍋つかみとしても使えます。鍋つかみとして使いやすいように真ん中にステッチが入れてあります。返し口を手縫いでまつる工程もないので簡単に作ることができます。ぜひ作ってみてください。用意する材料はこちらになります。直径18センチの円の布を2枚、同じ大きさのキルト芯を2枚、10センチのカラー紐を1本、では作っていきます。キルト芯は2枚重ねておきます。キルト芯の上に布を中表に重ねておきます。5センチの幅の返し口の印をつけます。今はまだつけませんが、返し口の真ん中に紐がつくような形になります。紐をつけたいところに返し口を作ってください。後で紐をここにつけます。クリップで周りを留めます。返し口を開けて縫い代1センチで1周縫います。返し口を開けて1周縫ってあります。縫い代を5ミリくらい残して切ります。返し口から表に返します。布と布の間から表に返します。アイロンで形を整えます。返し口も内側に折り込んで形を整えます。ここは丸く整えなくても直線になってしまって大丈夫です。形が整えられたら、紐を返し口に挟みます。半分に折って、ここにつけます。クリップか待ち針で留めておきます。返し口と真ん中のステッチのところにチャコペンで線を引きます。自然に消えるチャコペンを使っています。返し口を返し縫いをしながら閉じて真ん中にステッチを入れます。一気に縫うこともできますが、縫いにくい場合は2回に分けて縫ってください。こんな感じで返し口を閉じて真ん中にステッチが入れてあります。
これで完成になります。今日はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。